お疲れ様です。私ね、大学生の時にバイトでテキヤをやることがあったんですよ。鉢巻きをギュッと絞ってね、屋台を出してたこ焼きを焼いたり、焼きそばを焼いたり、綿菓子を出したりとかね。それから子供用のおもちゃを売ったこともあります。で、そういう中でね、テキヤをやりながらちょっとこう雇用、まあ要するにトイレに行きたくってね、席を外さないといけない時があったんですよ。そこで集まってる子供たちがいたんですけども、子供たちでよく来てる子にね、ちょっと店番しとってくれと。店番でここでたこ焼きをちょっと焼かなくていいから、ここに積んであるのをね、お客さんが来たら売っとってくれなと、別に誰も来なかったら売らなくてもいいから、とりあえず店番しとってくれっていう感じで、5分ほどで帰るつもりでね、トイレに抜けたんですよ。で、本当に小学生6年生かそこらの5年生か6年生ぐらいのね、男の子ですよ。店番してもらって、で、鉢巻きを締めてあげてね誰がどう見ても未経験で実績ないじゃないですか。で、とりあえずの店番なんですよ。私が帰ってくるまで形だけいてくれればいいよと。で、普段は抜ける時って誰もいない状態で用事中とかって、ね、張り紙をしてたんですよ。で、その時はちょっとノリで男の子をそこにね、こう追ってくれみたいな感じで席外したんですよ。で、帰ってきたら、たこ焼きをね、4つぐらい売っといてくれてて、で、2000円の売り上げ上がってたんですよ。4つで500円で2000円ですからね。売れたよーとか言って教えてくれたんですよ。で、まあ、2000円になってたんで、お、ありがとうなーって、500円でも1枚おだちんだーってあげたんですよ。このエピソードってどうですかね？この男の子には商売をした実績もないし、商売をやるつもりで私の周りにいたわけでもなんでもないんですよ。でもたまたまちょっとここにいるだけでいいからっていう風に、本当にいるだけのつもりで鉢巻き締めてポンと置いといたら、まあどういうことがあったのか分かりませんけど、想像するにお客さんから見てね、あら偉いね、お手伝いしてるの、じゃあ買ってあげないとね、みたいな形だったかもしれませんし、別に売る人は誰でもいいよ、たこ焼きが食いたかったからただお金を払ってもらっただけだよかもしれませんし、とにかく売り上げを上げたんですよ。で、ありがとねって感じでお立ちんを500円、その中からね、2000円のうちの500円あげたとしたら、小学校のね、5、6年生の男の子ですから喜びますよね。これどうですかね？こういうことをコンサルのお話の中で私だったらしてるかなと思います。実績がなくたってお客様の都合で物は売れるもんだよと。もちろんね、売る方にそれなりのテクニックがあった方がいいけども、そもそも経験がないとかね、実績がないとか言ってる時点で別に取り立ててテクニックがあるわけじゃないし、テクニックをつけたとしても実績がないっていうんだったら永遠に売るチャンスは来ないでしょう。だからまずはバッターボックスに立ってみることと、でやってみたけど売れませんでしたっていうのも経験の一つでしょ。で、売れなかったからじゃあどうしようか、声をかけてみようか、鉢巻きの締め方変えてみようか、それとも屋台の前に出て売ってみようか、たこ焼きを10個で500円じゃ売れないから5個で300円だったらどうかっていうふうに考えていけば、いつか売れるっていう正解にたどり着くんじゃないのとかね。まあそういうふうに話を進めていくかな。まあ、とりあえず実績がなくたって別に売れるし、お客さんは売ってる人が実績があるとかないとかいちいち聞かないし確かめないでしょ。ね、今日からお店がオープンですってからね、初めて商売する人がお店を出しました、お客さん永遠に来ないんですか？を目新しいなと思って、逆に未経験の人がやっている、未経験の人が売ってるとこに価値も存在するんですよ。だからそこは恐れることはないと思います。小学校6年生のね、男の子が急に言われてテキヤのたこ焼きだって売れるわけですから、それは男の子の実力でも何でもないですよ売る力なんてないですよ。ただぼーっと立っていただけで、声も出したか出してないか分かんないですよ。とりあえず追ってくれって言われただけですからね。でもその行って帰る5分の間に2000円売れてるわけですよ。これいかにって話でございます。それでは。